皆さんこんにちは。風の翼配布がもうすぐなので、受け取りについて動画にします。まず、配布期間ですが X 箱は 5.2 アプデ後より受け取り。他は 5.3 になると全員受け取り可能です。ですので、X 箱は先行入手という形になります。PS の翼とは違うのでご安心ください。あとは X 箱のその他特典についてです。まず、課金については PC やスマホと共有のようです。ですので、プレステとは違い完全に共有できます。これは嬉しい要素ですね。続いて、ギフトパックについて。Xbox のパス課金者は、しばらくの間バージョンごとに追加報酬があります。プレステプラスの特典は撤廃なのか今止まってるけど、さすがに羨ましいですね。まあ Xbox 新規狙いであるのなら仕方がないのでしょう。とはいえ、プレステ特典の羽くらいはそろそろプラットフォーム解禁してもいいのではかん。最後にフレンド関連。Xbox 版用のフレンド枠もあるようで、プレステみたいに、分かれているようです。基本的にはマイクロソフトのフレンドの人が原神やってたら最初からフレンドになるみたい。あとは紐付けは現時点1回だけ解除可能のようです。アカウント紐付けについてはかなり注意してください。ってところかな。他にもあるので気になる人は読んでみてね。日本だとさすがにユーザーは少ないと思っています。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。